マジネタ。はい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 、そんなことしてもチャイに食べられる運命なの。狩りのこの長い舌ではどんな状況でも獲物をゲットできるよ。チャイなんて見なくても手探りだけで分かっちゃう。ほら出てきた。もちろんもう一個あることも分かってたよね。普通に食べたい。はい、ドリブルドリブル。こんなところにあったって狩りのドリブルがあって人は余裕だよ。チャイも腕が細くて美しいから余裕。メロンメロン、あ、届かない。オラ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 、そちらから出てきてくれますか。ねえねえ、あ、これは取れないやつか。我々に攻略できないパズルフィーダーはない。そして普通に食べたい。せせり美味しかった。今日ね、焼肉に行ったの、ランチで。チャイはランチで焼肉行くのが大好き。なんか優越感感じちゃうよね。せせり美味しかった。思い出して鳥肌立っちゃった。ファイ、召集できたところで失礼するよね。ファイ。狩りが起こってる時はどうするんだっけ、スタッフさん。そうでしょ。ごめんなさいという気持ちを込めて撫でるんだよ。もうちょっと。もっと来いよこの野郎。急に言った。アンパンばっかり食べてデブ猫デカみたいになるよ。もう外の空気、いや隣の部屋の空気でも吸ってくるか。はい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 、スタッフさんどうしたんだよ。はい、スタッフさん、ご用件は。おいおいおい、嘘だろ。何も用事ないなら呼ばないでおくれよ。忙しいんだからさ。スタッフさん、何か用事あったら LINE で送ってね。ガーン、狩りの場所チャイちゃんに取られた。チャイの場所。スタッフさんマジ最悪。小箱座り始めました。何？やだもう。チャイが香箱座り始めたらすぐこれなんだから。やだ。もうやだ。このエッチマン。もう。やめなさいって、もう。はい、おしまいね。もう、しつこい。しつこい男は嫌われるよね。もう、香箱座り休業。おー、気持ちいい。気持ちいい。手が上がっちゃいそうだよ。気持ちいい。手が上がっちゃいそう。恥ずかしい。恥ずかしいよ。ファンタスティック。マジぬかー。